不安は何が不安なのかっていうのを明らかにする方がいいんですよはいおはようございますサツヤメンタルクリニックの院長松田優介です本日は正しく不安と向き合う方法というテーマでお話ししようと思います、えー、精神科の患者さんはですね不安を感じやすい人が多いですねで、人によっては自分 HSP かもと思ってる人が多いかなと思います で考えてみるとですね僕も HSP っちゃ HSP 側の人間ですね繊細というかまあなんか、まあ、いろんなことを考えたりとか感じたりする側なので。 なんかあの自分もですね、まあ、人口の1割が HSP というならば、まあ、h s p 側ですね限りなく HSP 側の人間なんですけど、まあ、あのとは言いつつですねあの克服したとは言い難いですが、えー、こういう仕事をしているので,ですねあの自分の不安を抱えたりとか対処するのはあの、まあ、スキルとしてはですねあの結構あるんじゃないかなと思います。なので今回はそのスキルをちょっとですねあの皆さんとですね共有したいなと思います。 であの HSP というのは気質の問題であってそしてですねあの医学用語でではないんですよだから HSP というそれ自体がですね疾患ということにはなりませんで不安に支配されやすいというとですね精神医学的にはですね全般性不安障害と呼ばれたりあとはあの対人 不安が強ければ社交不安障害ととかですすね改正パーソナリティというふうふに診断されたりしますあとはあの発達障害の二次障害として ASD とかです、ね、ADHD の二次障害として不安を感じやすい人もいるだろうしうつ病の人もですねうつになりやすい人も不安を抱えやすいですねまあ,あの割と幅広くある共通のテーマですねただ不安がメインだと全般性不安障害と診断されますね。はい、でじゃあそもそもも と言いつ,つですね不安は何が不安なのかっていうのを明らかにする方がいいんですよ。でいや不安の原因がない場合ですね対象なき不安の場合そういう不安に支配されている場合だとですねこれは妄想と呼ばれるものになるんですね。なので、えー、妄想を 持つ疾患というのは何かというとですね、統合失調症、うつ病、躁うつ病、この3大疾患が妄想を持つ疾患と言われています。いやいや何ですかと言われそうですけど、これは医学用語の話ですね。医学的には妄想というのはそういうふうに定義しています。だから理由がない理由がない対象なき不安、了解不能、共感できない不安を持っている場合は妄想と呼んだりします。妄想を妄想と呼ぶというふうに定義しているんですよ。 あの増田ひどいこと言うやつだとか言われそうですけどあのこれ妄想って医学用語なのでそもそもね、えー、そういうふうに理解してくださいそもそもっていうとちょっと違いますね違うんだけど医学用語として使うときにはそういうふうに言われてますはいややこしいから飛ばします、えー、で何が不安なのかということを、えー、アプローチしていくっていうのがですね基本的にはとても重要ですであの何がっていうのをですね明らかにするのは結構きついんですよだから自分の欠点やですね過去 の出来事をトラウマと向き合う行為なのですすごいいきついですね何が不かかってて明らかにしてみるのはで、その向き合った結果ですねそれを解決に向かうのかそれとも諦めるのかはあのその問題とか患者さんによって違うんですけれどもとにかくまず明らかにしてみるってことがとても重要ですねそれを明らかにしていくってことがとても臨床的な行為です。 じゃあどうやって明らかにしていくのかっていうとですね民衆でとか具体的なレベルでって書いてますけれどものもれなく重なりなく親子問題なのか兄弟の問題なのか恋人との問題なのか友達との問題なのか職場の人間関係なのか自分の能力の問題なのかお金の問題なのか才能の問題なのか夢の問題なのか家賃の問題なのかまあいろいろあると思いますね。これを全部 ざらい喋るんですよ喋るというか分類していって明らかにしていくということがとても重要ですね。でそれはですね一人だとなかなか難しいので、まあ、治療者とやったりカウンセラーとやったりするというのが、まあ、精神科の話ですね。で今回はじゃあどういうふうに可視化していくとやりやすいのかというやり方をちょっと今回はですねやろうと思います。はいで 例えばですね今何悩んでますかって聞いたりしますね聞くとですね「あのいや痩せたいなと思ってるんですよ」って患者さんが答えたりすると思いますじゃこれが痩せ,て痩せたいけど痩せてないことが不安だっていうことだとしましょうじゃあこれを問題を中心に考えていくと。 ここれはどういういいとななのかなって思いますよねじゃあ痩せるにはどうしたらいいんでしょうかっていうとうん食べ物食べ過ぎを減らすそしてあとは運動ですね運動量を増やすでも食べ物と運動の問題以外にそもそも代謝の問題もあると思うんですよね代謝まあこういう問題にまあ分けていくと。 代謝の問題ってどういうことなのかっていうと、年齢の問題だったり、ストレス。ストレスが溜まると代謝落ちますからね。ストレスとか薬の問題かもしれないですね。食べ物だと、まあ、一食のあたりが多いのか、どか食いなのか、感触がそもそも多いのか。 感触が多いんだったらテレビの前に物を置いてないかとか食べ物の置き場所とかドカゴが多いんだったら外食が多いんじゃないかとか運動だったらそもそも怪我とかはないんですかとか仕事の時間とかはとかあとはあの時間はあるんですかとか。 あとは好きな種目とかあるのとかまあこういうふうに分類していくどんどん具体的に落とし込んでいくってことがとても重要ですねあとはそのえもう上の段階が必要だったりするんですよねそもそもなんで痩せたいのと外見上の承認なんで外見上承認されたいのっていうとこれは そもそも承認されたいからだったと思うかもしれないね。じゃあ承認って誰にされたいのと。自分なのか、それとも他人なのか。自己満で痩せたいって人もいますよね。それともやっぱりモテたいか痩せたいって人もいるだろうし。外見上の承認っていうのは内内面、内面を見ることができないってことかもしれないし、内面を自分は評価してない。他者も評価してないんじゃないかと思い込みが持ってるかもしれないし。 まあそういう形でちゃんこういうのをですね、チャンクアップって言ったりするんですよ。より抽象的な問題を考えてみる。で、えー、こっちの具体的な問題を考えてみるのはチャンクダウンと言ったりします。で、横に行くことをスライドって言ったりするんですけど、まあとにかくこういう形でですね、不安と向き合うにはこうやっていろんなものを考えていくっていうことは重要です。で、よくぐるぐる思考になって、あの、全然うまくいかないんですとか、考え込みすぎるんですっていう人はですね、 ここら辺をぐる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 考えてることが多いんですよ書かずにね。いや運動しないとなでも運動できないしなじゃあ食べるのやめようかなとか言っているとあの生産性が上がらないのであの一回書いたら、えー、終わりが来るまでか書ききってみるで一回書いたらいや汚いからって言って捨てるんじゃなくて書き出してみる。で 1>, あの1日は終わらなかったら2日3日かけてもいいですからあの同じ紙で,ですね書き出してみるってこと大事です上に行ったら下に行ったらいろんなことを書き出してみてとにかくマップをきちんと作ってあげるってことはとても重要ですねそ,こその中で書いてみると案外ですね整理されてあ,あ自分はここだけ頑張ろうかなとかこれは諦めざるを得ないかなとかあの判断できるようになりますから、まあ、やってみることが重要です。 であの精神科の治療においてあの、まあ、何が重要かっていうとですね、まあ、コミュニケーション能力を身につ高めていくとかですねストレスケアとかセルフケアができる力を高めていくとか問題解決能力を高めていくとかですね仲間を作る力チームビルディングとかマネジメントする力を高めていくとか、まあ、そういうものがですねあの求められていく。あのやはりあの同じ 自分の認知を変えていくっていうのはこういう能力を高めていくっていうことでもあるのであの結構大変だなと思われそうですけど大変なんですよ大変なことをやろうとしているのでまあここはこういうのをですね能力を高めなきゃいけないんですけれども、まあ、不安と正しく向き合うというのはですね主にこのストレスとかですね問題解決能力を高めていくっていうことに該当すると。 ということですね、はい、なのでまあこれいうのを一人でやってみたりとかですね僕のワークブックを使ってもらったりとか、えー、カウンセリングに行ってみたりとかですねワークショップに参加してみるのもいいんじゃないかなと思いますで困ったらですねまた主治医の先生と相談しながら、えー、治療を進めていく、えー、自分のこういうスキルですね、えー、を高めていくのが重要かなと思います。 えー、ということで今回は正しく不安と向き合う方法というテーマでお話し,しました、えー、以上でこの動画があります、えー、もしこの動画を見てよいと思ってくれた方は、えー、グッドボタンをチャンネル登録とェアの方よろしくお願いします、えー、あとですね、えー、オンライン自助会っていうのをやってるんですよなんか毎回宣伝みたいでなんかあれですけれどまあ人数が増えれば増えるほどですねサポートできる人も増えますしあのなんていうのかな、えー、同じような悩みを持つ人も増えていくので,、えー、で運営メンバーも増やす 運営できる人とかも雇えるのであのいいことなので、えー、宣伝するんですけれどもあのこういうワークショップをやったりですねあの悩みを相談できる場所を作ってますのでもしよかったら、えー、ご参メンバーシップからご参加くださいえー、っとアプリから登録するよりもですねブラウザから入った方が、えー、1000円安いです、はい、ブラウザから行くと3000円アプリから行くと4000円ぐらいになりますね、はい、あんまり言うとあの <laughs> やられちゃうのでちょっと 内緒ですけど、はい、あの気をつけてください。あのまあ自分のやりやすい方でやってくださいね。はい、では以上でこの動画あります。はい、もしよかったら、えー、地上会の方も、えー、ご検討ください。はい、ではまた。